メレティオスは、聖教会の聖職者。アテネ大主教、コンスタンディヌーポリゼンチ総主教、パパアレクサンドリア総主教を歴任した。修道名メレティオスを授かる前の俗名は、エマヌイル・メタクサキス。エレフテリオス・ベニゼロス首相の支持者として知られ、ギリシャ王国の国王コンスタンティノス一世の大意に、伴い王党派のセオクリトスミノプロスに代わって、アテネ大主教に、 戦立される前は、キプロスの主教として奉職していた。2年後、コンスタンティノス一世が大いに復帰すると、大主教メレティオスは退位させられ、大主教セオクリトスが復位した。1921年に、メレティオスは、コンスタンティヌーポリ全地層主教に、戦立された。キド戦争において、ギリシャ軍が敗北を喫すると、 メレティオスは1923年に総主教くらいから退いた。数年後、パパアレクサンドリア総主教に選立された。1935年に永民。各主教委に過去に同盟の主教がいたため、それぞれのくらいで何付される数が変わる。ありがとうございます。